こんにちは、あるいはこんばんは、岩戸院長です。今日もね、いただいたマシュマロに答えていきたいと思います。もうさ、すごいんだよ、ほんと。これを撮らないと再来週からの動画が出なくなるって。もうスレスレでやっております。スレスレです。ちょっとね、8月がさ、ほんと、なんでこんなにっていうぐらい忙しくって、ちょっとね、めいちゃんの武道館と、その翌日の、マテンロペラの柏と、で16日の打ち合わせと、21日の釣り、はい、なかなか地獄を見ております。ということで、もう撮る時間もなかったっていう。なので、まあでもね、まあ動画の素材自体はね、ちゃんと答えたいので、しっかりやっていきたいと思います。ということで、質問読んでいきたいと思います。いつもお疲れ様です。しょうもない話なんですが、昨日1年ちょっと前に別れた元彼から LINE が来ました。夢に出てきてどうしてるのか気になった。やっぱり君が好きと。1年前に私は振られました。当時とても辛かったですが、そこから立ち直るために私なりに努力しました。そして今はそこから彼氏はいませんが、好きな推しにも出会え、それから新しい仲間と出会いもあり、今付き合ってる人はいませんが、日々とても充実していて、 LINE が突然来た時に、はどの面下げてんのこいつと思い、未読無視をしています。院長、男って何なんですかね。っていうか、推し活するよりちゃんと人と付き合った方がいいですかね。アラサーの女性からの質問ですね。はい、まあ男の子っていうのは何なんですかっていうのは、バカです。はい、あのね、これ本当一番わかりやすい男の傾向ですね。はい、あのね、自分が振った相手はね、いつまでも自分のこと好きなんだと思い込んでるんですよ。はい、で、例えば自分がその先1年間で、まあ、恋愛だなんだかうまくいかなかったりとかね、はい、でそういうので、まあどうせまだ俺のこと好きっしょっていうのがありまして連絡しただけです。はい、もうこれは付き合おうとか寄り戻そうっていうか、もう言うのよりも、まあ、シンプルなワンチャン狙いだと思っていいです。こういうのは、はい、相手にちゃダメですね。まあ辛い思いさせた、突然何が理由でね別れたか知らないですけど、突然振られたら辛い思いももちろん知るでしょうから、立ち直るために、まあそうですね、努力もしたってことなので、まあ忘れるためにいろいろこうしたんでしょう。はい、そこは十分よくわかりますよね。で、まあ僕からすると、なんだろうなこれって思う部分があるんですけど、まあ好きな推しにも出会えって、ここら辺ですよね。はい、まあ お仕事っていうんですか、推し活ですかね。まあね、まあ、僕もそのエンタメ業界の人たちと仕事をもちろんしてたりするので、なんて言ったらいいのかな、まあ推しは推せるうちに推せっていうのはすごいね、現実問題なんですよね。特にね、こうコロナ禍になって、バンドとかなんかもうなおさらなんだけど、やっぱこう活動できない、つまりこう収入源がないみたいな、はい、ことになってる、なってたりとか、まあそれで収入が下がってギクシャクしたりとかね、あると思うんだよね。まあいろんな理由で解散して、かっこいい理由言ってる、解散してるとこもあると思ったけど、もうシンプルに金ないとギツギツしますから、はっきり言って。はい。なので、エンタメ業界はかなり、あれですね、景気が悪いなって思うんですよ。なので、まあ押せるうちに押せっていうのは本当現実だなと思うんで、まあそれとてもいいことだとは思うんですよ。その僕みたいにエンタメ業界のまた端っこにいる人間からしても、その人たちが活動してるのは、まあその推してくれるファンの人がいるからってことなんですけど、ただね、まあアラサーの女性ということで、まあいくつを指してアラサーと言ってるのかちょっとわからないんですよね。20代の半ば以降から30代前半までがアラサーですから、はい、まあそうなると、そのちゃんと人と付き合った方がいいですかねっていうのに対しては、僕はそっちを優先します。推しが自分と付き合ってくれることってあるんでしょうか。何を推してるのか分かんないですけど、それはまあ、歌い手さんとかアーティストとかかもしれないし、まあ、変な話ホストかもしれないし、まあそれは自分と本気で向き合ってくれることってどのぐらいあるんでしょうかと、確率の話ですね。はい、となると、人生が一番輝く時期、こう見た目的な意味でこう綺麗な時期っていうのは、まあ、18超えたらお肌の曲がり角って言いますから、だんだんと下がっていくに決まってるんです、男性でも女性でも。はい、でこのアラサーからアラフォーに入ってきたら、その付き合ってる人ももしいなければ、人生がで結婚が全てじゃないですけども、結婚したいなと思ってた場合、
相当出遅れちゃうんですよ。で、年齢がいけばいくほど相手も警戒するんですよ。そうなると確率がどんどん下がっていっちゃうんですよ。今が良ければいいっていうのは、まあその短絡的な見方で、別に、まあそういう人もいるんでしょうけども、僕は自分がね、結婚してとっても幸せだし、子供もできてね、まあ今2歳ですけど、うちの坊主も。とっても可愛いので、もう本当、まあ結婚してよかったな、子供に出会えてよかったなって、常々思ってるわけよ。なので、まあそういうことを聞いていいなって、もし思ってるとするならね、まあほどほどになんですよ。だからそう、0、100じゃダメなのよ。うちにさ、来てる患者さんでも、今日もめいちゃんのファンの子が来てたけど、武道館、もう、一部も二部もこう参加したみたい。でも彼氏もちゃんといるんですよ。で、彼氏も一緒になって、めいちゃんのことファンになっちゃって、一緒になんかアルバム買って応援してるって、まあそうやってね、こう楽しめてるんだったらいいんだけど、それってすごい平等な見方してるんじゃないかなと。はい。じゃあその、推してるアーティストとか、歌い手さんとか、こう人気のある人と自分が直接つながれるっていう確率っていうのはものすごく少ないと思うので、まあ現実世界で生きてるのかどうかってなると、時間は残酷にも過ぎていきますから、僕はある程度現実を見てほしいなっていうのが正直な思いです。はい。それに没頭しすぎないでくださいっていうのが僕の願いです。はい。まあそういう人たちもいっぱいこう、見てきましたけど、なんていうのかな。結構ね、すごい、辛いのが、子供が欲しかったって言われるのは結構辛いんですよね。はい。まあ、今の医療技術もなかなか進歩してますけども、ちょっとそれをね、こう、言われると、時間って戻らないからさ、なんであの時あんなことしてたのって、その時、婚活とか恋活すればよかったんじゃないのってこう、今言ったってしょうがないじゃん。時間が過ぎちゃったら。はい。なのでね、そういうのをちょっとこう、何も見てきてるんで、自分がもし、人生に結婚とか出産とかってそういう、こう分かりやすい夢がある場合は、まあそっちを完全にカットした状態で、こう時間だけを過ぎていっちゃうと、その推しの人がパッといなくなっちゃったり、引退しちゃったりとか、もうゼロじゃないからね。はい。自分の人生からは引退しないでしょうけど、そのタレントさんとかアーティストとかは急に引退しちゃったりとか、自分の、そうだな、ソロの人がもうグループ活動になっちゃって、一人をこう見てたかったのにって、ちょっとなんかこれどうなんだろうって仮にね思うようなこともあると思うのよ。でそうすると押してた時間なんだったのってなっちゃうと思うの。だから現実世界もちゃんと生きてほしいんですね、僕は。はい、ちゃんとこう平行を保つっていう、はい、ちゃんとそのそういうのでストレス発散したり楽しくなってライブとか行って盛り上がってストレスがバーって飛んでわー楽しいってこう思えるのもすごくいいことだと思うし、俺はそういうそのエンタメの人たちのをサポートをしてたりするわけだから、それをはすごく俺の中では、まあ、感性を満たすっていうかね、うん、そういうのはとてもいいことだと思うんだけど、全振りしちゃうと振り返った時に何も残らないって思っちゃったら結構ね辛いよ。結構辛い。もうそれ何もしてあげられないんでこっちも。なのでそのそういう夢のような空間を楽しむのも大事だと思うんだけど、現実世界は夢ではないから現実もちゃんと見てきちんと人と向き合ったらどうでしょうかっていうのが僕の考えですね。これは答えではないです。考えです。はい。検討してみてください。ということで。ご理解いただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。